続きまして赤コーナー渡辺桃選手の入場です。その高橋奈々江、6年前の高橋奈々江対談、そのラストマッチの相手となったのがこの人、渡辺桃です。パッション注入試合、それを超える内容、パッション以上の痛みとダメージを対高橋奈々江戦で味わわされました。でももうあの時の桃ではありません。今の桃の強さを高橋奈々江に植え付けるか。それではこの試合からスペシャル